西。おう、以後ジョン西のこんな告白は嫌だ。あ、最初に言っとくけどこれ罰ゲームやから。いや、誰が付き合うねん、アホ。そんなこと最初から言うて、またちょっと楽しい。私もすごい緊張してる。どないしたんや。そんなに環境変わったら緊張するもんか。遠い八王子まで来て、これ。藪下は入ってないな。入ってないです。行こう、藪下のこんな告白は嫌だ。あの、付き合ってください。はい、告白プレイ時間終了。何やそれ。何や告白プレイ時間って。そういうゲームですよ。やめなさい、そんな。ちゃんと純粋に告白しなさい。草加。草加のこんな告白は嫌だ。私と付き合ってください。ほんま頼むわ、お願いするで。ほんま頼むわ、お願いやから付き合ってくれや。ピリオドをつけろ、お前。それ俺がよう言われてるやつやね。ピリオドをつけろ。シノ。はい。シシノのこんな告白は嫌だ。あのさ、今日勝負下着つけてきてんか。だからとりあえず見てから決めて。そんなもんや、お前。体から先行くな、お前は。で、村瀬行こう。はい。はい、村瀬のこんな告白は嫌だ。私の一部になってください。いや、怖いわ。どういうことやねん。食べたら一緒になれるかなと。もうやめなさい。猟奇的なこと言うて。じゃあね、藪下行こう。藪下のこんな告白は嫌だ。あの、前々から思っててんけど、鼻から毛出てんで。告白なって。その告白してもしゃあないやろ。その告白すねって岩さんにしょっちゅう言うてあげなあかんよ。出てそう。出てそうやろなあ。右から出た鼻毛が左に行こうとしてるからね。そうです。それぐらいすごいからね。さあ行きましょう、岸野。はい、頑張ります。岸野のこんな告白は嫌だ。あ、ごめんな、またして。あのさ、ちょっと言うことあって、リカ、あなたのことやっぱ何もないわ。ありがとう。いや、やめよ。コイントスに身を任せるな。任せました。裏出たんかい。裏が出ました。裏出たやん。何で決めてんねん。